天台寺の入り口、手打ちそばが自慢の店、手打ちそば処桂庵を紹介します。瀬戸内寂聴さんが命名のそば処です。浄法寺のそば粉で打つそばはほんのりと甘く、そばの美味しさが口の中に広がります。天台寺のふもとにあり、浄法寺さんのそば粉を使い、毎朝手打ちしたそばを提供しています。自慢の手打ちそば、古代米のご飯や小皿がつく桂庵手打ちそばセットがおすすめです。そば冷麺も人気です。風味豊かな地元野菜をからりと揚げた天ぷらも美味しいと評判です。古くから桂の木が信仰される天台寺にちなんだ店の名前は、かつて寺の住職を務めた瀬戸内寂聴さんが命名しました。そば打ちの見学ができるだけでなく、新そばの時期には各種イベントも開催しています。お店からのメッセージです。天台寺に一番近いそばの店です。天台寺参拝の際にお寄りください。地元浄法寺のそば粉で打つ手打ちそばが評判です。天ぷら、小鉢と古代米ご飯がつく桂庵手打ちそばセットがおすすめです。